何者かによって作り上げられた異世界。この地において徳川、呉、上杉、諸の面々が手を結ぶ。彼らは反乱軍を結成し、強大な敵と対峙しようとしていた。戦国の魔王織田信長、彼は北条や今川などの軍友と手を組み、勢力を拡大。次の標的を劉備らと協力関係を結んでいた武田に定める。武田は真田兄弟を中心として織田軍の猛攻を食い止めていた。信長の野心を阻むため反乱軍は武田救援に向かう。武田軍はかなり押されているな。前線で雪村が何とか食い止めているようだが、このままでは危険だ。我らはまだ状況もつかみきれておらぬ。信玄殿に軍略を仰ぎながら対処しよう。雪村、お前をこんなところで散らせはせぬ。待っていてくれ。敵を打ち破り突破せよ。まとめてポイント。バガが遊んでいない。オオカイグネ。これぞ無双。なんという武勇。行くぜよ。も引くわけにはいかないのよ。特別についてきてくださいよ。はい、まとめてポイント。
くぜ。こんなに強いなんて。伏兵は破った。このまま敵軍の脇腹を突く。さては策を承知で飛び込んできたが、なかなか思い切ったことをする。反乱軍とやらの再度結束侮りがたし、これ将来的に勝ち目がありそうな。伏兵もやっつけたかね。じゃあ総攻撃と参ろうか。くぜ。腹は決まった。俺たちは今から武田につけ。くぜ。角度、これはどういうことです。悪いね、光秀殿。俺は勝ち目のない戦いはしない主義なんだ。裏切りなどもってのほか。角度、互角。さすがだな。だが無理はせな。信長の勢力拡大には何か意図があるかもしれない。だがそのやり方は苛烈すぎる。たとえ異界であろうと、私は信じる道を行きたい。皆が互いを尊重し信じ合う、そんな世にしたい。それはまさに太平の世です。別の世界にも家康様と似たような方がいらっしゃったんですね。血を助けないとまずい。弟よ、どこへ行くのかの。ついてきてくださいよ。よしよし。手前かの。まだも行くの。俺は過分か。こっちに来た以上、あんたらのため精一杯働かせてもらうよ。今すぐあなたを信用することはできない。だが。力は借りた方が良さそうだ。話が早くて助かるよ。それじゃ今後ともよろしく。この裏切り、神君リーリー殿には受け入れがたいかな。いや、戦いを早く終わらせるにはその力が必要。神や兵に心安らかに暮らせるよう協力してほしい。なるほど。この世界でもあんたは相変わらずと。なお虎殿、そちならマロとけばしてくれるかの。それで語れ。イオシモト様、すみません、けまりはできません。ごめんなさい。よろしくお願いしますね。一緒に頑張りましょう。くぜ。よろしく。素直に歓迎してくれるのはあんただけだ。信長様に挑む資格があるかどうか、あなた方の力と信念試させてもらいます。信長様、申し訳ございません。汝が逃走、天も読みせぬ。おお、よくやってくれた。逃げるしかない。さあ来やがれ。お前なんざヒカキネリだ。リハチ、俺にやり。せえ。これが叶う相手じゃねえか。よくに止める。ええー、立派立派。異世界の地獄、一緒に楽しみましょう。あの人がどう出るか見物ね。織田軍はほぼ壊滅した。残るは信長だ。一体どこに行ったんだろうね。信長、
急ぎ雪村を救わねば。ロシャオと侮る残り、いざ。まだ死ねぬゆえ、ごめん。そなたこそ天下無双の忍びだ。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。ガッティッティ行くぜ。ここは通せません。シュラとカシ止めてみせます。いや、これにやりた。いただきます。渡せ。それは人が持つべきものではない。ならば力ずくで奪うがよい。私はペルセウス。奴の持つ腕輪を取り戻しに来た。信長、お前はなぜ戦っている。自由なき力に従えるはずもない。よい竜、この信長にその怒り力をぶつけよ。おお、いい戦ぶりだ。行くぜ。やっやっばー。
今は引くしかないな。あの者、世の事情を知るか。いつか吐かせてみせよう、ズ。信長、逃げられてしまったか。おかげで助かったよ。いや、救援がなかったら危ないところだったね。それにしても、信長のあの妙な力は一体。なんか、蛇みたいな変な腕輪をつけてましたよね。蛇、人ならざる強大な力。そして、時も場所も超えて集った英雄たち。どうも嫌な感じがするね。思い過ごしならいいんだが。ひとまずあの力の謎を探ってみたいね。このままじゃ何度挑んだところでやられちゃうよ。あの腕輪を狙っていたもの、ペルセウス殿でしたか。彼は何か知っているのでしょうか。ふん、可能性はあるな。話を聞いてみたいところだが、残念ながら行方の手がかりすらない。腕輪を狙っているのなら、信長を探るうちいずれ道も交わるはず。今はできることから始めよう。